知る人ぞ知る匠によって作られた一本がここにある。いつの時代もゴルフはクラブで上手くなる。さあ、最高のクラブを求めて、ゴルフギアクエスト。キャビティバックアイアンだと物足りない。でもマッスルバックアイアンは難しそう。そんなあなたに、半中空構造によってマイルドな打感を残しつつ大きなヘッドサイズを実現した F17i のアイアンセットをご紹介します。まずはこのゴルフギアの特性について、藤本技工の商品開発藤本雄介さんにお話を伺いました。今回紹介させていただきますこのアイアンの特徴ですが、藤本技工が製造特許を取得しています半中空ワンピースアイアンになります。一般的な張り合わせの中空アイアンではなく、一体型の中空アイアンになりますので、非常に打感がいいというところですね。見た目を裏切る優しさと持ってる充実感といいますか、もう他人におっと思わせるようなデザインであったり性能であったりというところが違ってくるので、今まで打ったことない中空アイアンっていうことをよく言われますね。職人一人一人が確実に携わっていく、そうすることで商品が今は上がってくると思ってますので、構えた時の感じ、手に取った時の曲線美といいますか、できるだけ美しいものに仕上げたいなというところはありますね。自分たちのその感覚を重視して、人の手で確実にやっていきたいなと思ってます。それでは早速このクラブを使ってショットしてみましょう。試打していただくのはクラブコーディネーター鹿野俣義則さん。年間試打本数は2000本以上。長年の経験と知識を生かしたクラブの性能評価はゴルフ雑誌などで絶大な信頼を得ています。舞台となるのは優しくかつ難しいオールプレイヤー向きのコースで、ゆったりとした曲線美と景観美が見事に調和した福崎東洋ゴルフクラブです。実は藤本さんって全部の工程を自社でやられている。そうですね、はい、すごいとこなんです。全部自分のところで職人さんがやってくれる、はあ、そういう意味では、はい、あのクラブ好きな人の中ではかなり有名な、はいはい、会社さんなんです。だって1から10までやってくれはるってことは、ゴルファーのことを考えて作ってくださるってことですね。そうですね、はい、もっと極端に言ったら、はい、好きな形も作ってくれますもんね。もちろんそうですね、はい、そうか、はい、それができるんだ、はい、もっともっとこういうの欲しいって言ったら、はい、はーいって作ってくれます。ありがたいですよ。金俣さんはこういうあの半中空ワンピースっていうのを藤本さんのやつ打ったことありますか？打ったことね、実はね、はい、似たものはあるんです、はい、似たものはある、はい、似たものは実はあるんですけど、はい、このモデルに関しては、はい、打つのが今回が初めてです。これパッと見た時どこか分かんないですよね。いや、分からないですね。まさにこのワンピースになってますもんね。張り合わせ感もないですし、これのこちら側から、そうです、はい、穴を開けて、開けてそれで作られてで、はい、当然中空ってよくあるじゃないですか、はい、それっていうのはやっぱり構造上のメリットってすごくあるんですけど、うん、当然デメリットとして打感が悪くなっちゃうんですよ、はい、それがこの作り方であればとことん打感が、はい、損なわないってことですね、はい、見た目的にもすごく綺麗ですよね、シンプルでね、はい、これこの風の中の状況で、はい、いきなり打ってうまくいったらすごいですよね、このアイアン。で何も気にしないで打ってみたいと思います。はい、あ、すっごい打感気持ちいい、これスッと入っていきました。きた、ナイス、ナイスナイスほらナイス。今の良くなかったですか？すっごくかっこよかったです。かっこですね。だがって言ってたようにストンとこう止まってもう転がっていかないで、ね、今アゲンストだったから、はい、ちょっとうまく打ったから喋りますよ、はい、風に負けないようなね、ちょっと低めに出して、はい、スピン入るから最後にプッていったらいいなと思ったら、はい、その通りの球が打てました、このアイアンは。
素晴らしい。良かったです。だからやっぱり思い描いた通りの球、うん、それが打てるってことですよね。そうです。柔らかいんですけど、はい、普通の鍛造物の柔らかさとはちょっと違いますね、やっぱね。そうですね。はい、やっぱ違う。こう打点ボールが当たる場所が厚くて柔らかいものって、うん、本当にこう全部吸収してしまう柔らかさなんですけど、はい、これはちゃんとボールがこう乗っかってる感覚っていうのはすごく分かりやすい。はい、すっごいソフトなこうヘッド自体が逆にちょっとキュッてこうやってボールを包んでくれるみたいな柔らかさの感じです。びっくり。どうですか。そうですね、使用してるその素材も、うん、一般的な、S25C であったり S20C というのとまた違うんですね、うん、はい、それよりも若干柔らかいあの素材を使っているので、だから余計こう包むみたいな感じになるんですか。はい、ボールを包み込む柔らかさと打感の良さを感じることができる半中空ワンピース軟鉄鍛造アイアン F17i。 果たしてこのクラブにはどのような秘密があるのでしょうか。一般的に使用される S25C であったり S20C よりもソフトな素材 SS400 というのがあるんですけども、それを使用することで打感の向上を図っています。通常の中空構造になりますと貼り合わせのような感じでパーツ分かれて溶接していきますが、このアイアンは機械加工によって先端からドリルで穴を開けることによって重量を落としています。中空構造にすることで 40g ほどの重量が抜くことができます。その 40g を利用してヘッドサイズを大きくすることができるので、構えた時の安心感であったり、そして走路幅が広く使えることができますので低重心化となり球が上がりやすくなります。F17i、 それは何といっても藤本技工が製造特許を取得している半中空構造にあります。半中空にすることで重量をおよそ 40g 落とすことに成功。その 40g を利用してヘッドサイズを大きくし、それにより重心距離が長くなり、スタンスを構えた時により安心感のあるクラブになりました。またソール幅を広くしたことにより低重心化となり、楽に球を上げることが可能となりました。あとこのアイアンパッて見た時にすごくソール幅が当然ちょっとこうやってあって、はいはい、でブレードの厚さもあるんで、はいはい、アドレスした時にすごくシンプルなんだけど、はいはい、安心感があるんですよ、うんうんうん、そうですね、はい、だからこれ実は見た目は難しそうなんだけど、はい、打つとすごく優しくって、はい、これだけ安定して打てると、はい、ロングアイアンまで球も浮きやすいから、うん、はい、しっかり使っていけるので、はい、アイアンが好きな人とかにはたまらないものになると思います。うわ、ありがとうございます。いや、気持ちよかった。藤本技工が特許技術を持つ半中空構造でマイルドな打感と大きなヘッドサイズを実現した F17i、 こちらを6本セットで税抜き13万8000円、そして今回はウェッジもご用意いたしました。 F17W のウェッジは税抜き24000円になります。ロフトは51度57度からお選びください。アイアン、ウェッジともにシャフトを2種類からお選びいただけます。お申し込みは ggq.co.jp を検索。 F17i アイアン6本セット税抜き13万8000円、 F17W ウェッジ税抜き24000円、この機会に最高のクラブをゲットしてください。それでは F17i の実力を一般の方にも体験していただきましょう。試打していただくのは平均スコアが90、ゴルフ歴30年の木村俊彦さんです。おーでしょー。距離バッチリですね。さあどうですか、打ってみた感じは。もうすごく打感が良くて、はい、構えた時の顔がもう最高ですね。はい、あ、構えた時の顔が、はい、もうパッと構えた時にね、はい、もうすごく打ちやすい顔してます。はあ、はい、じゃあ雰囲気もいいし、そうです、ね、あ、このままストレートに素直にいきそうやなっていう感じが出てる、はいはい、もう軽くもうバシッとこう打感が、はい、音も全然違います。いい音されてます。最高の音、はい、
あのご自身が使われてるクラブとどうですか？もうやっぱり全然違いますね。ね、やっぱり球の掴まり方。掴まり方。うん、はい。その球がこうビシッとこう面にこう吸い付くような。はい。だからもう最高な打球になりますね。もう大絶賛。このアイアンなんですけども、この番組のためだけに、ちょっと開発させていただきまして、通常の中空の度合いをちょっと大きくしてます。その分だけヘッド大きくできるので、走路幅と構えた時の安心向上のためにヘッド大きく、ブレードも厚く、でキャビティ部分もちょっと広くしてるので、うん、まあ、なおさらというところですね、はい、さっき、はい、好きなの作ってくれるって言ったじゃないですか、はい、本当に番組用に作ってくれたんです。優しいでそれもちゃんと優しくなるようにしてくれて、ね、はい、でオリジナルがいろいろ詰め込まれた番組専用の、そうです、アイアンになったと、はい、それでこの打感ですよね、はい、すごい、素晴らしい。逆に言ったらほとんどオリジナルに近いですよね。そうです、はい、これぜひこんな機会じゃないと、はい、なかなかこういうアイアンで手にできないじゃないですか。そうですよね。だってアイアン自分で作りに行けないでしょ。いや、さすがに無理です、それは。はい、僕用の作ってくださいって。何言ってんだと。はい、そういう面でもすごくこれはちょっと魅力的なアイアンだと思いますよね。やっぱりその見た目、あれマッスルバック難しそうだなっていうところから打ってみると、あれっていうその反応がすごい嬉しかったですね。マッスルバックを今まで使っててちょっと体力が落ちてきたので、優しいアイアンを使いたい方、そしてキャビティを使ってたんだけどもうワンランクアップしてゴルフをしたいという方にはぜひおすすめです。藤本技工が特許技術を持つ半中空構造でマイルドな打感と大きなヘッドサイズを実現した F17i。この番組のために作られたこちらのアイアンを6本セットで税抜き13万8000円。そして今回はウェッジもご用意いたしました。F17W のウェッジは税抜き2万4000円になります。ロフトは51度、57度からお選びください。アイアン、ウェッジともにシャフトを2種類から選ぶことができます。お申し込みは ggq.co.jp を検索。F17i アイアン6本セット税抜き13万8000円、 F17W ウェッジ税抜き2万4000円。この機会に最高のクラブをゲットしてください。